はようございます。今日は2023年の夏でございます。暑いですね。今日は確か7月の十何日だったはずです。というわけでちょうど今西明石駅にいますが、この普通電車の松井山手駅で JR 神戸線を旅してみたいと思います。これは207系という電車ですが、これに乗ってですねずっと東の方行きたいですが、今回は松井山手駅ということで、終点の松井山手まで行くのはすごく時間かかるので、途中まで JR 神戸線の乗車機というですね、皆さんにお伝えしていきたいなというふうに今日は久しぶりに思っています。あんまりね僕の動画でこういうのないんですけど、というわけで本日もよろしくお願いいたします。ちょうど向かい側から来たの。お、電車が来ましたね。というわけで本日もよろしくお願いします。ドアが閉まります。こちらにはこのように207系というふうに書かれております。これが207系電車です。今回こちらに乗ってしばらく走っていきますが、本日は大阪までね皆様をご案内したいと思います。JR 神戸線各駅停車の旅がスタートしました。JR 神戸線の西明石駅を出発です。西明石駅は関西最長の福久線の橋の駅。滋賀県にある JR 草津駅から当駅 JR 西明石駅までの福久線の線路は、新快速電車、特急電車の速達化や増便に貢献しております。右側には車両センターを見ることができます。旧明石運転所、現在では青石総合車両所明石支所という名前だそうです。今から走る福福線の各駅停車列車に使われる通勤型車両207系電車や321系と呼ばれる少し新しい電車をたくさん留置されております。他には今年の春に和田岬線から引退したスカイブルーの103系 R1 編成の6両編成も止まっております。西明石駅の次は兵庫県明石市の中心駅、明石駅に停まります。僕も普段から明石駅をよく利用するのですが、右側から姫路、神戸を結ぶ山陽電車も見えてきます。ここで明石川という川を渡ることになります。全長 21km の二級河川。明石市は川の流量が少なく、台地だったということもあり、洪水が起きにくい土地だったそうです。それと同時に稲作が難しかったので、昔は綿花の栽培なんかが行われていたようです。その洪水が起きにくい土地の特徴からですね、この明石の、魚住とか大久保の、ね、駅の近くには新幹線の車両基地を作る構想もあったらしいです。現在は白紙になったとか。まもなく JR 明石駅に到着です。ここでは山陽電車との乗り換えが可能です。駅の北側には明石城があり、姫路城の監視の役割もあったそうです。今でも立派な石垣を見ることができまして、明石公園として自由に散策することができます。明石駅の南側にはたくさんの海鮮や明石名物の明石焼き、たこ焼きみたいですですね。そんな明石焼きを楽しめる魚棚商店街、淡路島と本州を結ぶフェリージェノバラインの乗船口などがあります。この明石駅には特急電車なんかもいろいろ止まるわけなんですけども、この明石を出発すると進行方向左側に時計台が見えてまいります。この時計台は明石市天文科学館の時計台。国際的に地球を15度の倍数に24分割した線が東経135度がここにあることになりまして、日本標準時四五線というものの上にこの建物が建っているわけです。先ほどの明石駅からは JR 神戸線の線路に沿って山陽電鉄本線という線路が並走しておりまして、その山陽電鉄の駅である人丸前駅という駅は日本で唯一四五線の上にホームがある駅として、少々知名度があるらしいですよ。右側に海が見えてきたら JR の朝霧駅に到着です。六甲山系の山と瀬戸内海の間のわずかな傾斜地に住宅が広がりまして、この付近では傾斜地特有の駅舎も見ることができます。JR 朝霧駅に到着です。一面二線島式ホームの単純な構造、ホームの両端に線路で挟まれる構造の形です。
このホームの長さは各駅停車車両に使われる7両編成までしか対応していないので、最長12両なので運転される快速電車、そして新快速電車は別の線路を走り停車しない駅になっています。右側には大倉海岸を見ることができます。山陽電車の大倉谷駅などもこの近くにあることになります。そうすると間もなく舞子の付近を通ることになります。舞子到着前に右側に見えてきます大きな橋、こちらは世界最大と呼ばれていた明石海峡橋です。この世界最大と呼ばれていたという過去形が大事でして、最近はね、2022年3月から新しくトルコに開通した、橋に抜かれてしまいまして、こちらの橋現在世界第2位となっております。首都と首都の間が1991メートル、着工は1998年で、開通したのが確か1996年か7年だったはずですよ。動画では撮っていないのですが、この辺りの北側には五色塚古墳と呼ばれるかなり大きな古墳があります。別名千坪古墳と呼ばれております。兵庫県神戸市垂水区五色山にある古墳として五色塚古墳、形状は前方後円墳と呼ばれる、古墳っぽい形ですね。そちらの古墳の名前は、昔から呼ばれておりまして、江戸時代ぐらいに付けられたらしいですよ。そこに、今は復元されてきれいに整備されているわけですが、大体埴輪が2200本ぐらいあったそうですよ。すごいですよね。JR 垂水駅に到着です。垂水は山陽電車との乗り換えも可能。海神社という神社もあるそうですね。海神社も行ったことないです。知りません。しばらくすると福田川という川を渡りまして、右側にクソデカソーラーパネルを見ることができます。調べたらなんか平井総緑地とかいう名前らしいですね。そしてしばらくするとこの辺りは塩屋浜と呼ばれる浜。この辺りの海岸線はね、意外と海水浴客は少ないようです。妻の方が多いかな。右側の国道2号線は左側へ移りまして、一気に海が開けていくことになります。この海はちょうど大阪湾と呼ばれまして、明石海峡を橋折り東側大阪湾も太平洋に面していることになります。この辺り塩屋海岸といいまして、スマッシュカーブと呼ばれるこの線路の形状から鉄道ファンにとってはすごい、撮り鉄と呼ばれる人たちがね、皆さん写真を構えておりまして、僕もそのうちの一人であったりします。そしてこの近くにはスマウラ三条遊園なんかもありまして、山陽電車のお得な切符で行けたりとかね、意外と便利ですよ。またいつか動画にしたいなと思ってるんですが、する予定はあるかないか分かりません。JR 須磨駅に到着です。この須磨駅には各駅停車と快速電車の接続駅ともなっております。日中は接続はあまりないのですが、この駅の発着の普通電車もあります。新快速電車は残念ながら通過してしまいますね。国道2号線の下を今度は北側方面へ行きまして、海を見ることはできなくなっておき、行くことになります。そうすると須磨海浜公園駅に到着です。昔須磨水族園というのがありましたが、66年親しまれた後閉館、2024年の春には再整備しまして、新たな水族館に生まれ変わるそうです。その頃に僕はあまりこの辺に住んでないらしいですけど、ちょうどしばらく走っていると神戸貨物ターミナルを見ることができます。昔は高取工場なんかもありましてね、JR というか国鉄の主要な工場でもあったわけなんですが、この神戸貨物ターミナル、では貨物の取り扱いが行われております。そんな神戸貨物ターミナルを見上げている途中、まもなく高取駅に停まります。この JR 高取駅にはもうこの JR 高取駅からはずっとたくさん走るフォークリフトであったり、コンテナを運ぶなんていうんですか、上から上げるやつですね。そんなものが行き交っている姿を見ることができまして、こうすると日本の物流はこんなところで支えられているんだなというのをつくづく感じることができます。 JR 高取駅を出発して次は新長田に停まります。
右側ずっと見てみると大きなモニュメントを見ることができます。こちらが鉄人28号のモニュメントというふうになりまして、震災があったんですね。阪神淡路大震災起きたのが1995年ということで、僕が生まれる10年ぐらい前でしたっけね。僕が現在17歳か8歳なので、だいたい25年以上前の話になってきます。その頃大震災でこの辺は壊滅的なね、被害を受けまして、その後復興のモニュメントとしても作られたのがこの鉄人28号。昔は、家などがねたくさん立ち並んでいたこの新長田の地区ですが、火災を防止するためということで道も大きく作りまして、間には公園をということで、ね、結構ね防災対策のある街になっているのがこの新長田でございます。神戸市営地下鉄の2路線と乗り換えることができます。ちなみにこの新長田駅には快速電車は止まりません。JR 新長田駅を出ると線路別複区線という構造から方向別複区線という構造になります。新快速と快速普通電車3種類の、普通電車が走っているわけですけども、それのですね走っている場所がね入れ替わっていくというのがここの場所でございます。一番南側の線路に走っているのが和田岬線の線路ということで、この先兵庫駅で折り返して和田岬線という線路へ入ります。まもなく JR 兵庫駅です。和田岬線との乗り換えが可能です。103系の R1 編成などが活躍していたこの和田岬線ですが、現在では207系電車が走っております。川崎車両カンパニーがありまして、川崎重工ですね。鉄道車両が和田岬線を通りまして、先ほど通りました高取駅の前のあたりにある神戸貨物ターミナルで折り返しを行い、各地へ行くというのが定番ですよね。公衆輸送と呼ばれるものがよく行われております。この兵庫駅には快速電車も停車します。しばらく走ってるとね、右側にずーっと赤い神社みたいなのを見ることができまして、ここのね、柳原恵比寿神社とかいう風に言うらしいですね。僕行ったことないですけども、そこそこ有名らしいです。大きなカーブの音が聞こえてきまして、まもなく神戸駅に到着です。次の神戸駅で東海道本線の、終点、そして山陽本線の起点となります。終点駅として作られ、その後兵庫から1889年私鉄がありまして、その私鉄を買収しまして、関越鉄道と合体しまして、当時の国鉄みたいな位置づけですね。そして延伸したので、急カーブがここにありまして、山陽本線とつなげるときにですね、この急カーブのせいで、例えば特急電車であっても、ここは45キロとか40キロぐらいで走らないといけないという、そんな急カーブになっております。そんな急カーブを通り抜けると、まもなく神戸駅。右側に阪神高速3号神戸線などを見ることができます。JR 神戸駅です。ここからは東海道本線という線路に移ります。基本的に東海道本線も山陽本線も似たようなものなんですが、少し境界の位置で名前が変わっていくというのが、この JR 鉄道の恐ろしいところですね。神戸駅は港町として栄えておりまして、現在の中心地は三宮が神戸の中心ということになっているんですけども、乗降客数は実は神戸より三宮の方が多いんですよね。三宮駅の料理する人は数はですね、大体100万人近くおりまして、あ、それは嘘だな、80万人ぐらいかないまして、京都駅と肩を並べるぐらいにいるらしいですよ。意外ですよね。神戸駅よりも三宮駅の方が乗降客数が多く、新神戸駅も近いということで、利便性はあちらの三宮の方が近いようですね。神戸駅の南側には実は SL が保存されております。 D51 型ですよね。この D51 型の蒸気機関車というのは大体ね、日本で一番製造された SL と言われておりますから、いろんなところにやはり保存されていたりすることが多いです。神戸駅の東側から三宮駅の南側まで商店街がずっと連なっているあたりをずっと走っていきます。ずっと走るとね、もうすぐ左側奥にですね、花熊公園とかそういうのがあるんですけど、その手前ぐらいにある歩道橋とかでね、僕鉄道オタクとしては嬉しい撮影スポットがありまして、そこで撮ることがたまにあります。 JR 元町駅です。神奈川県の横浜にも元町中華街という東急ではなく、港未来線かの駅名がありますけども、ここにも中華街がありまして、俗に南京町と呼ばれまして、南京町かな、豚まんとかが有名ですよね。それ以外にもちまきなど、中華料理がいっぱいこう屋台で出てるわけです。他に雑貨屋さんなんかもありまして、なんかザ・チャイニーズって感じですよね。進行方向左側からは阪急神戸線が上がっていきます。こうやって上がってきた阪急神戸線がまもなく三宮駅、阪急の三宮駅に到着。三宮から大阪間は競合する阪神電車、阪急電車の方が安いのでですね、この三宮駅ですね、乗り換える客が多いということで、先ほど言いました三宮の方が乗降客数が多いのはこれも原因じゃないかという、そういう話です。
また阪急との乗り換えはですね、まあ、今乗っている電車であれば一番後ろ側、一番西側、駅の西側ですのでですね、三宮駅はホームの西側が一番混むということになっております。 JR 三宮駅です。兵庫県で一番栄えている駅といえます。地下鉄の静清山手線、海岸線、それから阪神電車、阪急電車、そしてポートライナーが乗り換えることができます。ポートライナーというのは新しい新交通システム、新交通システムといってもできたのは結構古く、神戸空港へはこのポートライナーで行くことができます。このポートライナー、実は日本で初めて ATO と呼ばれる自動列車運転装置で運転された新交通システムということで、日本初なんですね。すごいです。というわけで三宮を出て次は奈良駅に止まります。列車はしばらく高架線の上を走りまして、左側に見えてくるのは阪急電車です。 SDGs のラッピングが施されていますね。そうすると間もなく奈良駅に到着します。奈良駅到着前に左側ずっと離れていくように見えるのが阪急神戸本線。この奈良の手前までは特急電車と並走するような形になりました。JR 奈良駅です。神戸市の王子動物園が近くにありまして、お子様連れもなかなか多い駅となっております。現在はあんまり人気がないようですよね。錆びてるんでしょうか。阪急の王子公園駅もここの近くにあります。地図を見てみるとこんな感じ、阪急電車とこの辺りから分かれていくことが見えます。阪神電車、阪急電車などと並走するこの JR 神戸線ですが、この三宮から大阪間もそれぞれいろんな地域を通り、たくさんのお客さんの便利に役立てていると思います。ここには大々的にイコカの CM がなされていますよね。 CM っていうんでしょうか、広告ですね。 Apple Pay でイコカということで、この間 iOS でイコカのサービスが始まりました。モバイルイコカのサービスはモバイルパスモやモバイルスイカなどとだいぶ出遅れてのスタートとなりましたが、かなり人気が出ているようです。さらに僕の動画でも以前モバイルイコカについて iOS 版動画を出したので、その時の動画が大変好評いただき5万も再生されているということで、皆さんもぜひ見ていない方いらしたらぜひ見てみたらと思います。そうして間もなく到着する駅がマヤ駅です。JR 真矢駅はこのように見ての通り、内側に一つだけ島式のホームがある形、ちょうど貨物電車が通過していきましたね。この真矢駅は名前を取った真矢山という山が近くにありまして、駅の北側にあるんですが、神戸の夜景スポットとしても知られています。そんな真矢駅を出ると次は六甲道駅です。今ちょうど対向の各駅停車とすれ違いました。少し新しめの駅の六甲道駅です。今から約8年前、この駅で今や JR 西日本では定番となりましたホームドアの代表例、昇降式ロープ柵の試験運用が行われた駅でもあります。そんな駅なんですが、そのホームドアは4両編成から12両編成、4両、6両、8両、10両、12両と多数の両数に対応し、また3ドア車と7両編成の4ドア車、今乗っている電車と同じ構造ですね、の複数のドア位置に対応する、そんな面白いホームドアとして当時は人気を集めましたよね。今ではもう JR 西日本のたくさんの駅に設置されています。そしてこの六甲道駅には快速電車も停車します。ちょうど今見ていただいたように昇降式ロープ柵が下がっていくのが見えたと思います。当時は画期的でしたよ。そんな六甲道駅を発車します。六甲道を出て右側ずっと見ているとすごい高いマンションがありますよね。この辺は比較的低いアパートやマンションが多いので、急にあんな大きなタワーマンションがあるとかなり逸脱した大きさですよね。そんな感じで高架線の上を走りまして、まもなく住吉駅に到着します。快速電車とすれ違いまして住吉駅に到着です。兵庫県で最も偏差値が高いと言われる灘高校がこの近くにあります。僕には全く縁のない場所ですよね。
ロックオライナーに乗り換えることができまして、フェリーなどの発着するロックアイランドへのアクセスや、ロックオライナー魚崎駅で阪神電車にも乗り換えることができます。そんなロックオライナーはポートライナーと同じく三宮から神戸空港を結びます。ポートライナー、そしてロックオライナーとともに神戸新交通という会社が運行しています。どちらも新交通システムです。こんな感じでロックオライナーの方につながっているのを見ることができます。住吉駅を発車、進行方向右側ずっと上の方を見ていると、そうですね、今のような感じ。この線路をずっと辿っていくと、この軌道ですね、この軌道をずっと辿っていくと六甲アイランドに行くことができます。九州方面のフェリーサンフラワーなどもここを使うことができます。バスもあるんですけどね。到着したのは摂津本山駅です。比較的駅がすごく新しく見えますよね。ちょうど扉が閉まったわけですが、この新しい駅摂津本山を発車です。駅の北側には阪急岡本駅がありまして、阪急線の特急電車は岡本駅に停止します。近くに甲南大学の岡本キャンパスがありまして、そこの学生がよく利用するようです。摂津本山からすぐ、まもなく甲南山手駅に到着です。甲南山手は摂津本山から約 1.5km、 地図で見るとこのような感じ、ずっと直線になってるんですね。そんな短い区間の直線区間なので、2駅同士から駅を見ることだってできます。後に紹介する桜宿川駅と同様、鉄道ファンの撮影地としても有名です。甲南山手を出ると間もなく芦屋駅です。進行方向左側に走っている線路、こちらが新快速や特急電車の走る線路です。しばらく見てみると速度を大幅に落として、この電車はずっと左側に入っていきました。この芦屋駅は2面4線の構造なんですね。そんな芦屋駅なんですが、この電車は外側に入ってきたわけです。扉が開いてこのように金赤と書かれておりますが、そんな芦屋駅、芦屋というのはもう関西の田園調布、高級住宅街で有名な芦屋の街ですよね。そんな芦屋の街ですが、新快速電車も停車するためとっても便利です。今各駅停車が外側、普段新快速が停車するところに止まったわけなんですが、これにはすごい理由があります。ちょうど降りて見ていくんですけども、ずっと歩いて電光掲示板を見てみましょう。こちらが電光掲示板です。 JR 神戸線尼崎大阪北新地方面と書かれていますが、ちょうど今左側に止まっている普通電車を指さしている丸1番から7番、14時53分発の松井山手駅です。これが今まで乗ってきたやつですね。そして間もなく2番線の方にやってくるのが快速電車の京都方面安行きです。この快速電車の待ち合わせのために、この芦屋駅で外側の線路に入り、新快速の普段止まる駅のホームに入ってきたわけなんですよね。この電車を見送ってから列車を発車していくわけです。まもなく電車が発車しますということで、この駅は2面4線だけですが、新快速と各駅停車の対比とのホームが同じ場所にかぶっているため、もしダイヤが遅延した時には片方が遅れると新快速の方の線路も遅れるということで、ダイヤ上のネックにもなっているんじゃないかなと思います。ちょうど対向方面から快速電車がやってきていますが、この快速電車を対比するために止まっていた各駅停車のせいで、そちらが遅れると新快速も遅れる、また新快速が遅れると普通電車が対比できず後の快速電車に影響を及ぼす、そのようなダイヤ上のネックとも言えるべき面白いことが起こるわけです。列車はほぼほぼ人がいない状態で、貸し切りの状態で列車を発車していきます。正確には貸し切りというのはおかしいわけで、少しは人は乗っているわけですけども、前の方に行ってみましょう。芦屋駅を出発してすぐ、このように前を見てみるとずっと4本の線路が遠くまで繋がっているのを見ることができます。これが全面展望の醍醐味ですよね。ふくふく線の面白さでもあります。まもなく到着するのは桜宿川駅です。名前の通り宿川という川が近くにありまして、阪急の宿川駅なんかもありますけども、その名前の通り宿川河川敷は春には桜の名所としても知られております。だから桜宿川なんですね。向かい側からやってきた新快速電車、そして奥には普通電車も見えます。この4本の線路だからこそなせる技で、この普通電車を追い抜くようにずっと走っていく新快速は特急に匹敵する速さ。中には京都駅から高槻、大阪方面まで特急より停車駅が多いのに特急を抜かす新快速もあるんだとか。
そして到着していくのが西宮駅です。阪神の西宮駅もありますけども、阪神電車の西宮駅は少し離れています。こんな感じですね。ちょうど阪急電車の今津線が近くに通っていまして、阪急の今津駅、そして阪神の西宮駅は少し西、そして南方向にあります。どちらかというと阪急の阪神国道駅の方が近いですよね。そして阪急の西宮北口駅も少し北の方にあります。そんな西宮駅は快速電車の停車駅です。JR の駅前は少々の商店と住宅街がありまして、西宮ガーデンズなどがある阪急西宮北口の方が栄えているイメージです。西宮駅を出てすぐこのように今通過していく線路がこちら阪急今津線となっているわけです。阪神国道駅が若干見えたかな、見えたかと思います。まあそんな感じで阪急今津線を通過していきまして、ここからずっと直線区間が続きます。普通電車も各駅に停車するとはいえかなりのスピードで走っていますよね。向かい側からもやってきました。そして間もなく到着する駅がこちら甲子園口駅です。甲子園口も少々面白い駅の構造をしておりまして、高校野球や阪神タイガースなどで有名な阪神甲子園球場は駅から少し離れています。阪神電車の甲子園駅が甲子園球場には一番近いです。試合のある日にはこの駅からの甲子園球場行きの阪神バスも出ています。駅は中線構造で折り返し列車の設定も可能になっていまして、今見えている線路が折り返しするときに使う線路でしょうかね。ですからたまに普通電車の甲子園口行きという行き先を見かけることもあります。列車は向こう側を渡っていきます。向こう側は一級河川、兵庫県は尼崎市に入ります。向かい側から221系電車、 JR 神戸線でももう少しで引退が騒がれている列車です。次は立花駅に止まります。どっかの議員さんで立花さんって言いましたよね、まあ、そんな立花さんの話はいいんですけど、沿線需要は高いですけども各駅停車のみの停車です。隣の尼崎駅の方が路線上、構造上中心駅になっています。ちなみに尼崎市の市役所はこの立花駅が最寄り駅なんですね。尼崎駅は少し遠いようです。時刻は15時3分、列車は発車しまして間もなく尼崎駅へと到着します。阪神電車の尼崎駅とはかなり離れているんですが、尼崎は重要なターミナルです。JR 東西線、学研都市線方面と、片町線ですね、それと JR 宝塚線方面の線路が一気に JR 神戸線の方に入ってくるような場所となっておりまして、かなりのホームがあることでも有名です。日中は西明石から京都方面へと結ぶ列車が1本各駅停車列車で行くことができないので、次の尼崎駅で乗り換えることとなります。JR 神戸線と JR 東西線、京橋、木津方面、それから片町線ですね、 JR 宝塚線の宝塚、福知山、新三田方面の福知山線との乗り換えがあります。ずっと走っていくと左方面からですね、鉄橋が見えるんですけど、この鉄橋のとこからですね、線路、列車が走ってきてます。ちょうど上に来ましたね。左側からやってきたのが新三田方面からやってきた普通電車、この新三田からやってきた列車に乗り換えることで、列車乗客はスムーズに大阪方面普通電車で行くことができるんですね。非常にいいダイヤ設定です。この電車は JR 東西線北新地京橋方面に降ります。普通電車の松井山線です。大阪方面には止まりませんので注意ください。そんな尼崎駅は広大なターミナル、ポイントもたくさんあります。列車はそのまま真ん中の方へ入ってきます。向かい側に普通電車も止まっていますね。こちらは須磨方面または西明石方面へ行く列車だと思います。両方向の路線が合流しまして分岐するため4面8線という大きな駅になっています。またこの駅には新快速電車も停車します。ではこの尼崎駅で降りることとしましょう。今ちょうど乗ってきた松井山手駅が15時9分右側に止まっています。その後に今到着している15時7分、先ほど尼崎駅に止まる前に入線してきた橋の方から来た列車ですよね、合流してきた列車ですね。こちらがラカトライン普通電車の高槻行きです。ちょうど今 JR 西日本と尼崎駅に着いたところです。本来ならばちょうど画面右側から発車していたこの電車に乗れば大阪までまた各駅で行くことができるんですが、ちょっとですね見送っていこうと思います。
でも尼崎駅についてちょっと見ていこうと思ったからというわけです。この尼崎駅は向こう側が8番線そうです。1番線から8番線まで非常に多くの線路がありまして、ちょうど向こう側から新快速が発車していきます。この尼崎駅は特急列車以外の新快速、快速、普通電車、各駅停車のすべての種別が止まりまして、さらに JR 神戸線、京都線方面の電車以外にも尼崎から新三田方面、宝塚方面行く電車や、またですね、尼崎から大阪の南の方、例えば北新地、京橋、南波へは行きませんが、京橋から京都府木津の方まで行く線路を有します。JR 東西線、学園都市線方面にも、この電車の分岐点、この駅は分岐点というふうになっております。ですから、こちら側には駅名がピンク色だったり、こちら側には青色だったり、その奥には黄色だったり、いろんなカラーの駅名となっております。そして今さっきまで乗ってきたこの電車は当駅で、尼崎から JR 東西線に入りまして、また別の線路を行くわけです。電車は15時13分発の京都駅の電車です。これに乗れば快速電車は通過する塚本という駅に行くことができます。ですからこのホームを別に移動しないでも行けるというわけなんですね。新快速に乗る場合はあちらの方に乗り換えなければいけませんが、ちょうど来たのは区間快速という列車です。ダゴージみたいな形の321系電車で駅通ります。さて左側には H 快速同志社前行きがやってきました。この快速電車に乗れば同志社前まで行くことができます。 JR 学研都市線の京都の方の駅となります。そして僕は電車に乗っていきまして、大阪方面へあと2駅ほどを目指すこととなります。この尼崎でですね、1本見送ったということですね。時刻は15時の12分。こうやって見てみると約1時間以上かかっていることになります。西明石駅を出発したのが14時1分ですから、もうこんな時間なんですね。さて地図を見てみると、現在は尼崎駅、福知山線、東西線が乗り入れる駅です。この尼崎を出ると次は大阪府に入るということが、右側の川を見ると分かりますよね。こちらが県境、そして府境となっています。お、ちょうど右側に列車がやってきた。これはどこ行きだろうね。快速電車でしたね。この快速もこの先ですね、先ほど通ってきた六甲道なんかに止まっていくわけです。列車は発車しまして大阪へ向けていくわけですけど、左側に、お、スーパーハクト号だ。このスーパーハクト号は尼崎に止まらず、バーッと飛ばして大阪、そしてその次は京都、京都ではありませんね、新大阪に止まって京都に行くようです。ここには大きなヤンマーの工場、ヤンマーって何作ってるのかよく分かりませんけども、重機などで見たことがあります。また貨物輸送でもいくつか見たことありますね。さてこの川が神崎川という川です。大きな川ですよね。阪急電車にも神崎川という駅があります。そんな神崎川駅を通過していきますと、次は、塚本駅に停まります。そしてこの神崎川を渡るともう大阪府へと入ることとなります。そして右側に沈んでいった線路ですね、この線路が JR 東西線、学研都市線の線路です。この電車は京橋の方までですね、ずっとね、地下を走っていくような東西線になるので、ここからは地下に潜っていくわけなんですね。今ちょうど右側に JR のマークが見えたと思いますけども、そこがですね、鹿島駅ということになっています。さてそのまま4本の線路を走っていきまして、次は塚本駅へと到着することとなるんですけども、この駅間かなり距離が長いです。そして右側に何やら複雑な線路が見えるんですけども、この辺りですね、ちょうど車庫の、宮原車庫というのがありまして、そっち方面のですね、線路とつながっている場所がですね、入ってきたり出ていったりという、複雑な入り組み方をしているわけです。
そして奥の方にも高速道路が見えてきまして、ここは本当に交通の要所だなというふうに感じてきます。塚本から大阪、そして新大阪方面へ向けてのあたりは特に混雑する、鉄道に関してもバス、そして車などに関してもです。そして到着するのが塚本駅です。この塚本駅には一部の普通電車は止まらないような、そういうものもあるらしいです。普通電車というのは各駅に止まるタイプの普通電車と抜かしていくタイプの普通電車、何回みたいな感じですよね。面白いですよ。列車は出発してほどなく左側見てみると大きな川を渡ることとなります。こちらは一級河川淀川でございます。淀川橋梁、この線路は大阪から新大阪の間でもう一回淀川を渡ることとなります。淀川上流には京都府宇治川、そして滋賀県の瀬田川と遡っていき琵琶湖へと続きます。ですからこの水は全部琵琶湖の水なんですね。そんな大きな川を作るような琵琶湖のことを関西の水がめと言いますけども、まあそんな理由がわかるような大きさですよね。淀川の上流の他には宇治川の他に、桂川や鴨川などもありまして、京都に行くとほとんどがですね淀川に注ぐんですね。京都付近で桂川、鴨川、そして琵琶湖線の石山のあたりで瀬田川と交差することになります。この JR 神戸線も関西の大阪から京都方面へ行くあたりで何回も淀川と同じような川を渡ることとなるんですね。進行方向右側を見てみると梅田と書いてありますけども、こちらが13号池田線、阪神高速ですね。右側よく見てみると面白いですよ。はい、こんな感じで高速道路走っていると思えばビルに突っ込んでるんですね。これなんか丸ビルみたいなところに突っ込んでるんですけども、これが見れるのもこの大阪の特徴、面白いですね。このジャンクションみたいな、インターチェンジみたいなところ。そんなこんなで間もなく大阪駅に到着します。まもなく大阪駅です。ずっと最近梅北のね新駅ができたことでも有名ですけども、大阪駅常に変わりつつありまして、これからは何は辻線などの開業などもありまして、それプラス大阪万博で多数の外国人観光客が来ることが予想されます。こちらも梅北方面のね新しい方面とつながる場所もできておりますね。大阪駅に到着です。 JR 神戸線と京都線の境界駅で、関西の大ターミナル駅です。大阪環状線、阪和線、関西空港線、大和路線、関西本線への直通列車、それからですね、関西空港への関空特急はるか号、阪和線、紀伊国線方面の特急電車の黒潮号や、大阪を東の方にね縦に走っていく、大阪東線ですね、こちら10路線以上と交差するわけです。そんなのが乗り換えの大阪駅に到着です。ホームドアが開いて、ドアが開いて、ようやく目的地にたどり着くことができました。こんな感じで多数の列車があるわけですが、新快速はもちろん止まり、特急電車も止まります。ここから発車する電車は全部7、8番線からですね、発車するのは全部新大阪に分けですね。時刻は15時20分。さて大阪駅に到着しました。このように見てみると、お、ちょうど快速電車が入線してきたところだな。たくさんのお客さんがいることが分かります。ちなみにこれ撮影したの平日の昼なんですけどね、平日の昼でこれなんですよ。しかも観光客じゃなくてビジネスマンもたくさんいます。この大阪駅には各駅停車に乗ると西明石から大阪まで1時間20分かかりました。ここを新快速ですと1時間以内、そして特急を使えば40分ほどで移動することができるんですね。先ほどまで尼崎から短区間ですがお世話になったこの各駅停車、ここで発車していきます。この駅からも多数のお客さんを乗せて新大阪、そして京都方面へと出発していきます。バイバイ207系電車。というわけで今回は各駅に停車する電車に乗って西明石から JR 神戸線を旅してまいりまして、JR 大阪駅までやってきました。正確にはここはもう東海道本線です。大阪まで解説してまいりました。というわけで本日もご視聴ありがとうございました。また他の動画でお会いしましょう。さようなら。最後に編集している僕からのご案内なんですけども、皆さん1年間本当にありがとうございました。今年は本当に投稿本数が少なかったかと思いますけども、2024年からまた頑張っていきますので、本年もよろしくお願いしますと言いますか、この動画がいつ上がるか分かんないんですけど、編集しているのは12月の31日です。やばい。
仕上げないと。では皆さん良いお年をお迎えください。さようなら。